やっぽにーポリテシです、本日はですねレアリティレア以下のカードでデッキを作ってみて、そして対戦をしようかなと今日は思っております。はい、でね、注目したのがですね、こいつらですよ、こいつらヨーボン、そしてニョロトノというね、サンドムーンシリーズの、カードがございます。今日はこのカードを使ってね、デッキを早速組んでみたわけですよ。はい、ニョロトノの技、天候を取るを使って、ニョロボンをね、1枚ずつベンチに出すね、効果がありますので、これを使って、ベンチにいっぱいポケモンを展開して相手を圧倒していこうと、そういうふうに考えております。はい、なるほど。バトルスタート。はいはい、ボルケニオンね、分かっているよ。きます。はい、とりあえずとりあえずポスト、ほい、ダイブボールを手札に加えてそのまま使います。ダイブボールでニョロボン、はい、そのまま出します。ニョロボンに水エネルギーをつけて、はい、生こぶしに毒針をつけます。毒針、技のダメージを受けたらね、相手を毒にするというグッズですね。さらにリリエ、手札が8枚になるまで引きます。最初の番なので、その前に6枚引く。6番終わります。どうぞ。はい、はい、引きます。はい、じゃあ、バトル場のボルケニオンに基本炎エネルギーをつけます。はい、ハイパーボール、うん、で2枚トラッシュしてボルケニオン EX、うん、はい、手札からそのままベンチに。バトルコンプレッサー、はい、はい、強いね。はい、このエネルギーと、うん、フララリ、はい、はい、をトラッシュにいきます。はい、バトル版ボルケニオンに闘魂の回しをつけて、はい、最後にプラターナ博士、うん、はい、手札7枚引きます。手札から基本エネルギーをトラッシュして、うん、ボルケニオン EX の特性スチームアップ。手札から炎エネルギーをトラッシュしたなら、自分の炎タイプの種ポケモンが使う技の相手へのダメージはプラス30される、うん、はい、でプラス30で、そして闘魂の回し側にプラス40、いはい、なので、バトルバルーンボルケニオンのパワーヒーター、はい、はい、使って生こぶしさんが気絶して、はい、パワーヒーター効果でまずは、エネルギーをつけると、はい、そういうまでも使うね。はい、はい、続いて、飛び出す中身ですね、相手に60ダメ感を6個置く。さらに毒針の効果で毒にして生こぶし気絶。最後1枚出してください。4も出します。で、毒ですね、ポケモンチェック、毒ダメージいきます。ほい、不思議な目を使います。いいぞいいぞ、不思議な目きた。どうぞ。うー、水エネルギー、天候を取る。自分の山札にあるニョロボン、ニョロゾ、ニョロボンを1枚ずつベンチに出す。おお、ニョロゾ、ニョロボン、よっしゃ。はい、これでカエルベンチが完成。あ、一匹生ゴーシャだった。めっちゃニョロノノ、ニョロノノしてます。言えてない言えてない。ポケモンチェックで毒のダメージで、はい、どうぞ、はい、引きます。はい、灼熱の大地。なるほどね、はい、うん、基本炎エネルギー1枚トラッシュして2枚引きます。い、はい、ボルケニオン X 出します、はい、シェイミン X 出します。お、今手札5枚なので、うん、1枚引きます。マジそんな弱いことすんの。ハイパーボール、はい、来ました。お、なので2枚トラッシュしてスターミーを持ってきます。あ、で、ベンチの人手満スターミーに進化させます。い、そして特製宇宙ビーコン、なるほど、はい、で自分の手札を1枚トラッシュして、うん、基本エネルギーをトラッシュから2枚なので手札に加えます。そしてつけます。はい、はい、ボルケニオン EX の特製スチームアップを使って手札から1枚このエネルギートラッシュして、ドルバのボルケニオン、うん、はい、プラス30されます、はい、そして闘魂の回しの効果もね、プラス40、はい、そしてそのまま、じゃあパワーヒーター、はい、はい、60ダメージです。おーい、パワーヒーターの効果で自分のベンチポケモンを2匹選んで、うん、基本エネルギーをつけます、うん、
ニョロトロにダブル無色エネルギーをつけます。ダイブボール、ニョロトロを持っていってシンクさせます。はい、はい、ハイパージャンプ、はい、100ダメージ弱点について200ダメージ、どっちにしろ季節ですね。はい、ボルケニオンを倒してさらにハイパージャンプの効果でこのポケモンをついてるものを含めて全部山札に戻します。でボルケニオンは気絶すると、はい、山拳、はい、ボルケニオン、はい、お願いします。はい、こちら引きます。サイドボルケニオンの爆熱砲で100ダメージ、はい、はい、気絶します。飛び出す中身の効果で60を与えます。はい、はい、じゃあサイド引きます。はい、はい、毒針をつけてさらにぐるぐるパンチ60ダメージ、はいはい、でさらに混乱、引きます。はい、ボルケニオン EX がベンチに2匹いるので、うん、はい、2匹分特製スチームアップ、おお、来た、うん、で、バトル版ボルケニオンの爆熱砲が決まれば160ダメージ、気絶、うん、ヨロボンは、はい、はい、うわはい、裏でーす、はい、というわけでボルケニオンに混乱のダメージを3つ分、30ダメージ、ボルケニオン気絶。じゃあ最後1枚、はい、いきます。ポケモン入れ替え、わあ、はい、逃げた、ポケモン入れ替え運じゃなくて実力で勝ちます。なるほどね、はい、はい、ポケモン EX、 よし、こんなのやっと治った。なるほどね、はい、F だから、うん、基本炎エネルギーとダッシュして、うん、ボルケニオン EX の特性スチームアップ、このターンボルカニックヒートの、ダメージは160になります。バトルサーチャーで、うん、フララリ、えヨロボン、なるほどね、はい、いきます、はい、ボルカニックヒートで160ダメージ、はい、気絶です。きつい、よし、じゃあ最後1枚引きます。で、ダブル無色エネルギーをニョロにつけます。はい、ニョロゾを逃げて、うぅ、ハイパージャンプ、マジか、200ダメージでボルキン X 気絶、マジか、はい、ニョロマス、ニョロ殿が戻って、はい、ナマコ節が前に出てきます。さあ、2枚、さらにナマコ節がいるから、ボルキン X 出します。はい、はい、じゃあこのままだとサイド2枚なのでボルキニオン X倒されたら負けてしまうので、ボルケニオン、はい、お、はい、逃げる、はい、はい、出てきてもらいます。なるほど、はい、そしてはい、バトルサーチャーで、はい、カジヤ、お、まだ無傷の方のボルケニオン X 2枚つけます。はい、テフラからも、うん、はい、1枚つけます。スターミー、フラッシュして逃げます。はい、そしてボルケニオン EX 出します。はい、ボルケニオン EX にトコの回しをつけます。使います。で、オカルトマニア使います。はい、次の相手の番が終わるまでお互いの場、手札、トラッシュに抱えている特性は全てなくなる。はい、はい、手札から1枚、このエネルギーをボルケニオン EX につけて、オルガニックヒート、 OK、 はい、絶対、はい、飛び出す中身の効果働かない。はい、最後1枚取ってください。はい、ニョロボン引きます。はい、ダブル無色エネルギーをつけてバトルサーチャーを使って再びボルケン EX をお呼び出ししまして、ぐるぐるパンチで倒します。最後の最後までぐるぐるパンチで倒した2枚取って勝ちです。やりました、負けた、よし、レアリティがですね、R 以下、レア以下のカードでもですね、戦えるということが分かりましたのでね、ぜひ皆さんもいろんなカードを考えてみてください。それでは